本本社を置く日本のバス事業者高速バス、オリオンバスの運行で知られる。親会社の旅行代理店、オリオンツアーが主催するツアーバスの乗り合い化を目的に、HIS グループのバス会社として設立。その後2013年7月に高速乗り合いバス事業に参入した。なお、HIS グループのバス会社としては、当社の他に、 九州産業交通ホールディングス参加の各社がある。かつては親会社オリオンツアー主催のツアーバスとして運行していた。そのルーツは2001年5月より最高開始した関西バスまで遡る。その後、ツアーバスが関連する重大事故が頻繁する当然体の安全性が問題になったこともあり。 2013年7月31日の新高速乗り合いバス制度施行をもって高速ツアーバス、オリオンバスの運行を終了し、オリオンツアーが予約業務を取り扱い OTB 及び運行委託を受けた事業者が運行する高速乗り合いバス、OTB ライナーに移行。2014年12月1日より名称をツアーバス時代のオリオンバスに戻す。現在運行中の路線は 以下の通りである。自社便のほか運行委託を行う事業者として、中央観光、東海特殊観光サービス、オートウィル、大野観光自動車などが見られる。ツアーバス時代は、全国各地の事業者に運行委託。ツアーバス時代の流れから、高速乗り。しかし2020年に入ってから、OTB が、福岡営業所を開設。 これに伴い九州発着路線も自社運行となった。一方、運行から撤退した天領バスも、独自ブランドの天領ライナーを立ち上げ、オリオンバス時代の車両と路線を踏襲する形で、高速乗り合いバス事業を継続している。OTB ライナー時代の都市食自社発注車用は、会社設立に伴い導入された三菱不装エアロエースを所有しており、 コンフォートと称するグレードで、シートピッチ拡大4列、シート、コンセント付き、トイレなし仕様となっている。また、2014年には、イスズガーラやヒノ、セレガも自社発注で導入した。このほか、オールワーキングや、省営高速運輸など、ツアーバス時代にオリオンツアーから、自宅運行していた事業者から継承した車両も、所有している。ありがとうございます。